おい、食べよう。よいしょ。買っといたから。こういう時のために買っといてよかった。外買いに行くのめんどくさいからな。ええ？え？食べられてるじゃん。誰かいるの？誰か食べたのかな？え？怖っ。え、勝手に俺の家に入って食べた人いるわ。ちょっと。は？そうそう。怖っ。誰か？誰かいますか？僕のアイス勝手に食べました？誰か？誰かいます？もしかして。ちょっと、勝手に食べましたよね、僕のアイス。怒らないんで出てきてもらっていいですか？お願いします。警察呼びますよ。ちょっと、お願いします。早く返事してください。いるんでしょ？誰かいるんでしょ？俺のアイス食べたでしょ？誰か。ねえ。そっちがその気なら、こっちも、その気で行きますよ。いいんですか？え、すいません。どこにいるんですか？もう、本気出しますよ。いいんですね。いいんですね。はい、わかりました。じゃあ、捕まえます。もうあなたの負けは確定しますよ。ねえ、ビクビクしてるんじゃないですか？とまた見せかけてここを。ねえ。もうわかりましたよ。わかりましたよ。もう、新しいアイス買いに行くか。はあ、出てきてくれないんだったら、買いに行くしかないか。誰かさんが、表に出てきてくれないから、じゃあ僕は部屋を出ますよ。仕方ないから。はいはい。じゃあまた。見せかけて！相当びっくりしたんじゃないですか？聞こえてきますよ。あなたの足が震えてくる音が。
もう私は、あなたがどこにいるか目星は立ってますけどね。今ここを見て、ここを見て、ここを見て、いなかった。ということは、もう、あそこしかないんですよ。さ、行きますか。さあさあ、ただ、すぐには開けないよ。ん？どうだい？怖いだろう？僕は警察には言わないよ。なぜなら、僕と君はお友達だからね。ビクビクしてるんじゃないかい？あらあら、足がガクガクする音が聞こえるよ。もう開けちゃおうかな？どうしようかな？ね？マイフレンド？じゃあ、そろそろ、メインディッシュと行きますか？もう、あんまり散らしても面白くないからね。さ、出ておいで。チェックメイトだ！と見せかけて、ここだよね。わかっていたよ。ここかもしれないね。なかなかやるじゃないか。よーし。こうなったら、わかりました。聞いてるかな？僕の覚悟を見せますよ。もしもし？はい。あ、部長ですか？会社辞めます。はい。辞表はまた後で出しますんで。はい。ちょっとこっちの事情で、長いことかかりそうなんで。はい。とりあえず犯人が出てくるまで僕は一歩も家を出ないつもりなんで。あ、こっちの話です。はい、大丈夫です。はい。またじゃあちょっと連絡しますんで、はーい、失礼しまーす。聞いてたかな？もう会社を辞めたよ。君の負けは確定してるからね。なぜなら僕は家をもう出ないから。さ、パーティーの始まりだ。え？なんか来た。え？うわ、ジェラードンチャンネルだ。押し通る。なんだあいつ。